人物の彩色も終わってだんだん完成形が見えてきましたが、説明の順番の都合で3コマ目にはまだ手をつけていません。直線がたくさんあって今までのようにフリーハンドで描くのは難しそうです。そんな場合に利用できる機能を新しくいくつか紹介していきましょう。これで全てのコマに色が入りました。全体を見渡すと少し物足りない部分もありますね。次回最後にもう少し加工してイラストを仕上げていきたいと思います。